ただきました熊津信介と言います。で職業はハンモック作家、作って販売ではなくて作り方をお伝えするっていうことを仕事にしています。であとインタープリターというのも仕事にしていまして、僕得意としているのはこれぐらいの幼児とその親を対象にした森の幼稚園、子供の預かりではなくて親子の対象にした森の幼稚園っていうのを僕が主担当でやってました。なのでもうここのこの遊び場見るともうワクワクしてしょうがなくって、自分だったらどうしようかなとか思いながら妄想が膨らんでくるんですけども、インタープリターって何かっていうと、その見えない場の魅力、ここの場所も、言ってしまえば緑しかないじゃんみたいな場所なんですけれども、いやいやこんな魅力があるんですよって言ったところを言葉だとかなんだお勉強とかで伝えるんではなくて体験として提供するっていうところが僕の得意とするところかなと思っています。で5年前に事情があって U ターンで茨城に戻んなきゃいけないなった時に、茨城はそこまで新潟に比べたら自然度が低いところなのであんまり仕事にならなくて、でも現金は稼いでいかなきゃいけないのでって言って調べてたら、栃木緑は本当に豊か、そこの観光協会のがあって、そこがグリーンツーリズム、それを推進していくっていうところがちょうど開設された時だったので、そこに応募して、そこの事務局長を務めてました。その町に行っていろんな人にヒアリングをしていると、この町には何にもねえ何にもねえって言うんですね。あいつは何かやってるみたいだけど何やってんだか分かんないみたいな話をどん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 深掘りしていくと、みんなそれぞれ活動はしてるのにその情報がちゃんと行き渡ってないんだなっていうことに気がつき始めて、こちらにあるような市会タイムズっていうフリーペーパーを作って毎月発行して配布をしてました。これによって変わってきたことは、町のいろんな活動をしている人たちがこの紙面によって情報をこう共有することができるようになってきて、コミュニティ自体がつながってきた。今日のタイトルにもあった10足のわらじなんですけど、ネイチャーガイドやってて観光協会に勤め始めて、あんなイベントもし始めてフリーペーパー作ってな、これなんかいろいろハンモック作ってとかやってたらすごい忙しいんですよ。で何か忙しい何か忙しいと思ってたら、肩書きいくつあるのかなと調べたんですね。そこでひねり出したら、10にはなったので、あじゃあ10足のわらじだって言い始めたんですけど、一つは父親はわらじに入るのかって言ったらあれですけど、でもなんか子供が地域に根ざしてというか学校に行ってることで、そのいろんな役員を引き受けるとか、それでお金を稼ぐわけではないんですけど、一つ外せない肩書きだな。で自然遊びプロデューサーっていうのは、そういった森の幼稚園とか、あとの遊び写真家っていうのは、さっきのこの写真とかは僕が撮ってるんですけど、明日やるハンモックさんで、これ2020年最新オンラインイベントオペレーターっていうのを言ってます。Zoom っていう会議システムあるんですけど、あれでオンラインイベントやろうとするとホストの人が全部やろうとするの無理なんですね。絶対裏方が必要で、その裏方作業をやってたらどん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 技術が上がってって、あこれ仕事になるなと思っています。あとファシリテーショングラフィックという会議の内容を可視化するような、そうファシリテーショングラフィックすごいおすすめなのが、これぐらいの年齢の子たちにも彼らも何か表現したいんですよ。だけど語彙がそんなにたくさんあるわけじゃないから、そういったイラストとかを交えて彼らと話すことで、足りない言語群を補ってくれる絵が、あとはリフレクソロジストっていうのは足つぼマッサージです、ね、あと地域コーディネーターっていうのは先ほど言ったような観光協会とか
自然よりかはもうちょっと人社会というところで仕事すると。でアドレリアンっていうのはアドラー心理学っていうのが好きでそれをやる人たちのことをアドレリアンっていうらしいんですけど、あ、十足のわらじって言うとこれが全部稼げてるわけではなくってこれで主力で今なってるのって今だと特にもう 1,2 個しかないんですよね。で特にこの9番なんか全然稼げてもないし何でもないんですけど、なぜこれ入れてるかっていうと、これに未来への種まきで10年後に芽吹いてればいいな、だけど、ま、わらじって言ってるからには稼ぎたいんです。趣味とわらじは違う、僕は分けていて、趣味は本当にもう楽しむためのもの、でもわらじは仕事にしていくものなので、ちゃんとお金はもらいたいし、もらえるレベルにしていきたいなっていう国に入っていく。ローカルパラレルワーカーというのはローカル、地方で副業で生きていく人、田舎こそ副業で働ける環境だと思っているので、自然界に起きているいろんなことを人間の言葉で分かるようにとか人間に体験で伝えるっていうのを仕事にしていて、それをやる人のことをインタープリターって言ってるんですね。じゃあ自然って何かって言って考えていくと、特に日本の場合は自然環境の中に里山、人の生活っていうのを入り込んでいて、自然の中で暮らす人たちとか自然と共生しながら生きていく日本の伝統的な生活だったりとか、そういったのも入ってくるようになると、人間社会、地域社会っていうのも僕の伝えたいポイントの中に入ってきて、こういった社会のことを一般的には取り扱う人のことをコーディネーター、さっきのわらじの中で言うと地域コーディネーターみたいな。じゃあ社会を構成している人たちってどんな人たちかっていうと、そうするともっと小さい単位の人々になってくると、会議とかそういった場面で活躍するファシリテーターだし、じゃあその人自身を構成するの何かって言ったら、その人の考えだったり思いだったり、私自身あなた自身っていうところになるとカウンセラーみたいな仕事になってきていて、さっきの十足のわらじも言っちゃえばなんか得意なことを全部並べてったっていうふうに思われるかなと思って、自分の中では一本筋通ってて全部インタープリターなんです。ただ対象が違うだけ、自然じゃなくて人だったり自然じゃなくて社会だったり、僕としては全部インタープリターっていう仕事だなと思っています。で今日お伝えしようと思ったのは、10足絶対おすすめです。10足持っておけばどれかがバックアップとして働いてくれるんですよね。今後もし持とうと思っている方は分野違うのを持ったらいいと思います。分野の違うところで得意なものを仕事にしていくっていうのは、いやーやっててよかったと思いました。コロナのようなわけのわかんない日、人集まるなとかいうような時代になるなんて誰も予想しなかったと思うんですけど、きっと今後もそんなの起こってくると思うんですね。複数のバックアップを持ってフットワーク軽く、はい次これ、はい次これ、はいこれダメだった次これみたいな風で進んでいかないと、この荒波っていうのは乗りこなせないだろうなというふうに感じています。定年して年金だけで悠々自適生活なんてありえない話で、80まで働こうと思ってるんですね。80までそのいやいや働くぐらいだったら伸び伸び働きたいなと思っていて、もう現段階から10個わらじを作って今のバックアップにもなるし、将来の種まき、将来自分こんな仕事したいとか、特に仕事はそうですけど、将来私こんなことしたいとかこんな分野で活躍したいと思ってる人いたら、思ってじゃ何も動かないので行動するしかなくって、それ小さく行動するのをお勧めしていて、その時にはこのなんか一つ自分の中でこれをわらじにしようっていうのがあったら、もう肩書きを作っちゃう、ポンってつけちゃって
歩み始めるっていうのがきっと今の人生戦略にもなるし、渡り鳥のように暮らしてとか言ってるのも、自然界見てたら渡り鳥なんてなぜ渡ってくるかって言ったら、ここが子育てしやすいから渡ってきて、冬寒くなって帰ってくるのはここが住みにくくなったから帰っていく、住みやすい場所を探して渡っているのかって、そんな国境なんて全然気にしないわけですよね。生きるためにとか住みやすさとか暮らしやすさのために住む場所をポン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 変えていて、人間だけがなぜかこの国のためにとか町のためにって言って一生懸命その土地に残ろうっていう努力をしてて、でもいや自然界見てみて、そんなこと気にして生きてる生き物なんか全然いないし、自分の選択肢を広げておく、でますます混沌としたかつ複雑な時代、いろんな国籍の人も入ってくるし、いろんな風習の人も入ってくるし、考え方もいろいろ変わっていく中 で多様性は守っていかなきゃいけないし、80まで働くためにはそういった多様性も受け入れつつ、フットワーク軽く生きていくためには選択肢をなるべく増やしていく、一つの仕事を持ってなきゃいけないみたいな限定的な生活ではなくて、いろんなものをチャレンジして失敗して、あこれだったら大丈夫だったみたいなのを小さく続けていくっていうのが、この激動の時代をサバイブしていく上では大切なのかなと思っております。自分が好きなことをして生きていくっていうこともわがままのようなんだけども、ありかなって思った時にこういう話があったので聞いてみようと思って、すごい共感できて間違ってなかったなってみんなそれぞれやりたいことがあって、それをこう自由にやれるみたいな、みんなで十足のわらじって感じですか。あ確かに、わらじ同士がつながることって絶対あって、関係ないように見えて、こっちのわらじで役に立つことがこっちでも役に立つみたいな、こっちの経験値がこっちでも経験値が生きるみたいな。私も今お店を作ったり、木で椅子を作ったり、なんかいろんなことがしたいんですけど、そういう私もお百姓さんみたいになりたいなってお話を伺って思っているところです。